はい、アロプリ求人ブログでございます。どうもどうも、山田です。まあ、あと数回だとはいえね、100回まで、特別な話も、まあ、最後の何回かは特別な話するかもしれないけど、ないです、で、まあ、ぜひいらしていただければと思いますね。アロマプリエルというね、宇都宮のメンズエステ店で、働かせていただいております山田と申します。メンズエステね、皆さんどういう印象でしょうかね。まあ、まともなまっとうないいお仕事でございます。そう、思ってるし、そう思ってるから人にこうやって伝えられる、自信を持ってやりませんかって言えるっていうね、ことなので、全く後ろめたい気持ちゼロで、皆様に面接に来ていただきたいと思ってます。もう安心してフリーエルであれば安心して、働けますし、安心して来ていただいて大丈夫です。何度も言いますけどね、お客様の層も素晴らしいです。まあ、いろんな方いますけどね、それはまあどんな仕事でも、僕マックでバイトちょっとしてたこともありますけど、マックだろうが高校生ね、高1の時とかね懐かしいね。ラグビー部やりながら、っていうかね、ラグビーは朝練がなかったんですよね。で、朝の1時間だけとか、まあ、初めてのバイト、早起き得意だったから、朝の 1,2 時間だけとか学校行く前に働いたりしてましたね。朝働けるんだみたいな、すげえ喜んでやってましたよで、土日部活がない時はちょっと出てみたりとかね。本当に変な客もいましたけどね、偉そうな客とかね、それになんかバカ野郎って言われて、バカ野郎とはなんだよって言ったら店長が謝ってましたけどね。懐かしいねまあまあすぐ辞めちゃいましたけど、すぐでもないか、ちょっとやってたかな。シフトが自由だったんでね、よかったんですけど、なんでこんな話になったの。ちょっと雨が降ってきましたな。今移動中なんですけどね。で、まあ高校時代ね、そうそう、ラグビーご存知ですか。ラグビー、まあマイナーなスポーツですな。グランドでやる、まあ、サッカーみたいなスポーツですけど、サッカーみたいに人気がないというね。もうサッカーのやつらは本当に人気があってね、もう女の子にもキャーキャー言われて、ラグビー部のマネージャーですらサッカーの話題するから俺は怒ってたんですよ。すごい、あんなチャラチャラしたスポーツ何がいいんだっつってね。なんかチャラついてるじゃないですか、サッカーの人。なんか髪の毛金髪にしたりとか、なんかカチューシャみたいなして、カチューシャやめなさいみたいな、もうスポーツマンらしく、もう単発にしなさいみたいに思ってますけども、まあ、ひがみなんですけどね、妬みというか、もうサッカーやるだけでもモテるから、当時の話ですよ、高校生の時の話。ラグビーはもう臭い、きついみたいなね、3K と呼ばれてたスポーツ、部活でしたので。でマネージャーもね、だからその高校生、男がまあ部活何その部員やって、女の子がマネージャーとしてその入部するっていうのが あったじゃないですか。でまあ今はないのかな、分かんないけど、部活あんまやんないかな今の子たちは。でマネージャーもだからサッカー部は10人とか15人とか一学年で集まるんですよ。サッカー部のマネージャーやりたいですって言って、でラグビー部はもう1人か2人とか2、3人来て3人とか。懐かしいよね。だからでサッカー部はだから3年生がね、先輩がその来たマネージャーを選別して4人ぐらいに絞るんですよね。そんなまあ県立高校なんで大きいあれじゃなかったんで、でなんか顔で選んでんじゃねえかよとかって思いながらね、まあまあすみません。本当だからね、可愛い子はマネージャーやってましたね、サッカー部はね。ラグビー部は点々点、まあでもその可愛くないって言ったら俺に言われたくないと思うけど、ね、容姿的にはそうでもない子でしたけど、僕は、恋をしましたけどね。
好きになって告白したりもしたんですけど、それはまあラグビー部のマネージャーにね、うん、置いといて、でもうほんとサッカーはね、その当時から、まあその当時高校時代があったから嫌いだったんですけどね。でサッカー部の先生もね、その強いかった、強いというか権力がある先生で、もうだからグラウンドも4分割で使ってたんですよね。野球部とサッカーとあのラグビーとあとアメフトっていうのもあって、4分割で使っててね、もうサッカーは校庭広く使えるしね、なんかも偉そうだったな本当に。もうね、で砂の影響、風の影響でね、砂が流れてっちゃうんですよね、サッカー部とかあの野球部の方に。でラグビー部のところはもう校庭の何、土むき出しというか柔らかくないわけ、硬いなんか、まあ、コンクリじゃないけどそういう雰囲気の中、硬いところでやらなきゃいけなくてね。で、まあ、しょっちゅう転んだりするじゃないですか、ラグビーの、まあ、ご存知の方わかると思うんですけど、だから擦り傷とか、砂だったらね擦り傷になんないのに、しょっちゅう擦り傷できてね、すごく、まあ、辛い思いしてましたけどね、まあ、それは当たり前だったからいいんだけど、うん、本当にね、もう言ってサッカーはもう自分たちがその何運動部のトップだみたいな顔して歩くからね、それにも腹立ててましてね、懐かしいな。まあ妬みだよね、モテることに対する妬みだよね、単なるごめんなさい、でだからサッカー部のやつらとかすげえ嫌いで、で球技大会ってのがあるじゃないですか、球技大会、クラス対抗のその何スポーツ大会みたいなのが高校であって、やっぱね種目にサッカーが選ばれやすいんですよね、道具も使わないし、その何、まあ、誰でも携わったことのあるというかやったことのあるスポーツだし、でサッカー部のやつらはまた意気があるじゃないですか、もう俺らの出番だみたいな感じで、大したことねえのにみたいに思ってたけど、で面白くないから、それでまたキャーキャー言われちゃうじゃん女の子に、だから面白くないから、もうじゃあ俺らはラグビーのルールでやろうぜっつってサッカーなのにね、球技大会のサッカーなのに。でラグビーはまあ体当たりとか、まあ、してもいいとか体当たりとかするスポーツなんですよね、体と体をぶつかり合わせながら前に進むスポーツなのでひどいよね。でもう勝手にラグビー部のやつら何人かに結託してね、ラグビールール取り入れてやってたら、サッカー部のやつが怒ってきて、お前ら何やってんだよとか言われてね、お前誰に口聞いてんだよつって言って俺らが悪いのにね、そんなような高校生活を過ごしてましたけど、本当に嫌いだったな。だからそれの名残でね、今もだから、まあ、テレビ全然見ないんですけど、サッカーとかそのチャラついた感じとか出してくると、チャラチャラスポーツマンなんだからスポーツマンらしくしなさいって思うけど、でまあここ最近ですけどね、それをその持論を言ってたら、もう何言ってんのあんたって、サッカーの人口を増やすためにね、サッカーやっぱりそのおしゃれ感とか、サッカーにいい人材をね入れるために、やっぱ野球に流れちゃうらしいんですよね、なのでスポーツ能力の高い人材を増やすために努力の一つとして髪の毛茶、まあ、金髪にしたりとか、まあ、カチューシャしたり、カチューシャがかっこいいとは思わないけど、そういうなんかおしゃれ感を出すっていうのも業界の努力なんだよと教えてもらったんですよ。でなるほどそういうことかって初めて気づいて、それなら理解できるなと、だから不本意ながら、あの人たちも不本意ながら茶髪にしたりしてたんだと思ったらね、まあ応援せんとなっていう気持ちにようやくなりましたけどね。すいませんサッカーファンの方、苦言を吐いて申し訳ございませんでした。まあそんな感じでね、なんでこんな話になったんだっけ。そうだ
か面白かったですね。でラグビー部のマネージャーに惚れてね、なんかそんな可愛くなかったけどって俺に言われたくないと思うけど、やっぱ内面がやっぱり良かったんですよ、癒してくれるみたいな。脳震盪とかになるんですよねラグビーって、そのぶつかり合ったりしてるとで気を失って倒れたりするときにその水をかけてくれる、夜間、今こういうのねえのかな、夜間とかないのかな、今もうマネージャーがね夜間を持ってきてグラウンドの中に入って水をかけてくれるんですよ頭に。でそれでちょっとずつ気づいてきて、でマネージャーは大丈夫みたいに言ってて、そういうのでね惚れちゃうんですよね間違えて。あのマネージャーは仕事でしてるだけなんだけど、なんかすごい救われた感みたいなのがあって、あこの人好きみたいなになっちゃうんですよでね告白したりとかしてね、だから高1の時から好きだったのかな、1年半ぐらいずっと片思いし続けて、その間に3回ぐらい間を空けて告白してね、3回目付き合えたんだけどね、まあもう一人俺と付き合って、まあ俺が好きじゃなかったというか好きにはならなかったというよりは別に、好きだったマネージャーと別に普通のマネージャーといたわけですよ。まあこの話長くなるからやめよう、面白くないし。でその僕が好きだったマネージャーは部長のことが好きでね、一方通行だったんで、部長はそのクラスメイトが好きで、あの全然ラグビー部のマネージャーじゃないクラスの女の子が好きで、一方通行、実らない恋でしたな。まあ付き合えたけどすぐ別れちゃったけどね。なんでこんな話になったんですか、すみません。で落としどころがないもうあと数回しかないのに。